ってみようかな。ハントもしたいしね。火属性に変わってるみたいな。あ、ワメッツは持ってない。おお、なんかすげえかっこよかった今。倒しちゃったーやべえ、バズメッカ強すぎて倒しちったよ。しまったしまった、育てすぎた。おお、かっこいいえ、こいつは使いたい。待って、てかすんげー強くね。あ、レベル16で1投目で160ってやばくない？こいつこれガチで戦った方がいいのかな。ちょっと技使おうか。2ターン使うんだけど、すげー強いから。ショットガンファイヤードーン。44しか食らわないやばい、強い、普通に強い。これはちょっと味方にしないとダメですね。頑張る、ゆっくり頑張って。16ダメージ与えるのか。もう一回やればギリギリで、ハントハント、行って、行け行け、頑張れ、行け。ああ、ダメだダメか、やばい、ポックル死んじゃう。回復で、またハント、行け、頑張れ、テト君頑張って。頑張れない、くそ、あ、ダメダメ、倒しちゃった。え、今のレアモンスターとかそういうあれちゃうん？そんな気がするんですけど。回復、あ、そっか、で1人枠が空いてるので、誰にしようかな。ウキウキ、ウキ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 じゃなかった、ウキウキ。チックン、チックンかっこいいんだよな、強かったな。でもあのゾウさん見たら、赤はゾウさんがいいな。ゾウさん頑張って捕まえよう。こいつもかっこいいえ、さら、え、なんかかっこよくない？ポケモンよりポケモンよりかっこいいよね、ポケモンより。バメッツ倒しちゃうんだよな、攻撃したら。寸止めみたいな技ないのかなギリギリで倒さないみたいな。おい、ちょっと待て待て、水じゃねえか、相手。実はこのカニも欲しかったりするから。ハンティーン、やっぱダメだね、黄色だと本当にバンビーナ強っ。エースだ、完全にエースだ。絶対ゾウさんレアモンスター的なやつだろうって思うんですが、
スターだよな。レアモンスター逃したかな。ずっと痛いな、もしそうだとしたら。まあいいや、物語進めよう。あ、どこ、お、お前上の町にいたろ。あー、やるね大五郎。4つのタイヤをつけたグランモがすごい強そうだった。ありがとう。え、待って、強そうだったってことはお前勝ったんだろそいつに。すげえじゃん。え、バメッツなんとかして、バメッツ欲しい。オッケー。あ、やべやべ。あ、そっか、フォックルで戦ってる。何してんのこいつ。粉を埋めてるところで話しかけないでくれ。あー、なんか穴だらけだね。そこだけやっても意味がないのでは。倒しちゃうし。ここだけ埋めても意味がないのではと思ってしまうのは私だけでしょうか。そしてなんかダンジョン的な感じになってるね、ここ。あー、どうしよう、どうしちゃうのか。うん、分かれ道か。いいね、いいね。異常完全回復、すげえ。何でも直し、あ、間違えました。なまあいいや、何でも直し何でも直しって言っちゃダメだ。ちょっと神作だと多分効率高いから、かなり今日。あ、倒しちゃうか、やっぱり。ハンティングできない。ここにも階段。あ、でもそこに宝箱あるから、さっきの。さっきのところを下に入って、ここで宝箱。ちょっと強くなんねえかな。お、レベルアップ。うわ、なんか上昇値が微妙だね。もうちょっと上昇してほしいところですね。探索。もう戦闘は余裕だね。あれ、戻ってきたよ。またここで合ってるんだ。で、そっち、まあ、降りて違ったから下に行く。あれだな、飛んでるやつ防御力がないのかな、もしかしたら。そんな気がするね。あれ、どこ行ったっけ迷子、すでに迷子。俺もうね、こういうダンジョン系本当に苦手なんだよね。常に迷子になっちゃうんで。ここ行ったっけ、行ってないっけみたいなのがしょっちゅう。こっちか。3階。待って、死ぬ
死んでまう。死んでまう。アイテム。エースボックル。これで3階、はい。あ、あれバズ、え、弱っ5レベとか出てくるのこれ。そりゃ倒せますよ。電球どこか電球一人でそれすげえ、こんだけ広いのに。いや、それは感心しますわ。お疲れ様、お疲れ様です。こいつじゃない？車輪4つですんげー強いって言ってたやつ。ちょっと戦ってみよう。22 16、あれそうでもない。16ってことは死ぬな。次全然普通に弱いじゃん。あんまり強くなかったね。おお、3つも並んでる。えい、レベルアップ。逃がさない。敵を先頭から絶対逃げ出せなくする。やっぱ4つしか技を覚えられないんだ。うん、ポケモンだねポケモンね、ポケモンですね、ポケモン。これいらねえな。はい、うい、いろいろ物色していくよ。寸止めとかありそうだけどな。前は違うかもしれないけど。こっち正解ルートじゃないか。上の階段ならない。あって、ワンオン3人はめんどくさい。ワンオンが普通に強いんだよね。ガンガン行こうぜ。グイーッ。人は頑張ってほしいな。死んでまう。俺も早く 2匹とか使いたいな。羨ましいな、2匹使える。アイテムをね、いろいろゲットしてるんですが、このアイテムが何に使うか全然分かってないんですよね。はい、ヒットメイト回復、サンキュー。サンキュー、サンキュー。てか、これある、ヒットメイト回復とかあれば、ボス戦だいぶ楽じゃねえか？もしかしたら。めっちゃ回復するもんだって。死なないじゃん。へいへいへい、どんどん行くよ。はい、このとこ何してる、子供の余裕さんいかんな。いや待って、確かこいつ営業さんに勝ったやつじゃ。うお、腹が痛い、これであの時見てた方ですか。うるせえな、今修理してんだよ。ペンキで修理？どういうこと？
あ、壁を塗ってるってことかな、もしかしたら。大変だなぁ。本当に大変だよな、この人。よく、どうだろう。働いてるよな。働いてるのか、何なのか分かんないけど。一応、ボス戦寸前っぽいんで。回復して。行きましょう。報告します。エイケ様が子供にアントフローの方どうなりましたか。問題なく本拠地には来ました。俺だ、こいつです。ヤッホー。静岡さんがいいの私だ。マジで言ったな、バミューダー。バミューで言ったな。え、強い、すんごい強い。待って、お、すんごい強い。どうしよう、すんごい強い。え、すんごい強い。よーしよし、一体倒したよ。あー、ちょっと水のやつぜーな。どうしよう、どうしよう。これ多分チックン。どうしようかな。回復しないとでも死ぬような。チューを使うか。ヒットメーターカプセルチューを使って、ほぼ全開でしょこれで。変身、水か、やばい。だったらこっちもバンビーダン、エース、第2のエースに変身。うえ、全然食らわねえ。おお、ただこっち回復のあれしかないんだよな。通常攻撃するしかないけど、すごい強い。そういうの使ってくるんだったら、アタックアップ、AT を少し上げる。あ、これまた違うやつか。これか。カプセル戦闘中 AT を上げる。なんか1個しか持ってないと使いづらいな。あっか、はい。うい、勝つんじゃないこれ。ドカーン。ははは、お見事、参りましたよ。いえ、勝ったよ。ちょっと最初焦ったけど、やりますね。この先にいますよ、私は。これでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。あれ？いや、まだ名乗ってない。なんで知ってるの？この奥にいるんだって。行こう行こう。ありがとう、助かったよ。本当にありがとう。私の反撃を恐れて逃げ出したのだ。何？私の息子が君たちの町に助けに呼びに寄った。信じられるのは本当に大丈夫。大五郎のお父さん？これお母さんだろ。お赤飯だからないと。いや、子供できたわけじゃないから。あれ、しずくちゃんいるじゃん。え、本当にいるんだ。そうだよ。まあ、見ると倒したもんだって。倒した倒した。どうしたの？じゃあ、お願いできますか。了解しました。お友達と共に町に戻った。あ、そっちの町に戻るんだ。イエーイ、全員が、もうこれで、あ、終わりじゃん。エンディングじゃね？
エンディングだよもう。どうしたの？大変なことに巻き込まれておるじゃろう。グリーシャ。変わったグランマのことや解釈のこと。話してくれんかの。ごめんなさい。振られた。やべえ、テト君、テト君おじいちゃんが振られるところ目撃。二人まで甘いになってしまいます。皆さんさよなら。てんてんてん、おじいちゃん振られたね。あ、テト君恋、え、テト君恋してないよまだ。全然恋してないけど。振られたのゲンジーじゃん、俺じゃねえよ。なんで俺が死に拭いしなきゃいけねえんだよ。わわわ、カクカクしがちがで。それね、これ家選んでいいのか。これね、一番最初にあのグランボを捕まえるあのハントグローブの説明の時に普通に倒したら何もなく終わったから、これいい絵とか選んじゃうと物語進まねえんじゃねえ。いい絵選びたくなって、どんな選び、じゃあいい絵選んでみようか。これはさすがに物語上そうなるわけですね。じゃあ手伝っていきましょうか。はい、テトさん、そこまで言ってもらえないなんで俺っていいか。ありがとうございます。ではお話しします。グリーシャ、悪用されると大変なことがあるんです。バメザたちの会話聞いたんですが、水の大陸、ウォーティアで行われるようなんです。テトさん、アプリコットタウンの南にあるスカイポートに一緒にいただけませんか？スカイシップに乗ればウォーティアに行くことができます。雫が仲間になった。おお、あれ、ダイゴロの時こうならなかったのはなんでだろう。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いします。面白いなと思った方は Twitter などで拡散していただけると嬉しいです。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバイ。